はいどうもこんにちは。今回はみんなでスペランカZをやります。はい、僕は PS3 の時にね、みんなでスペランカーっていうのをほんのちょっとプレイしただけです。これね、難しいゲームなんですよね。すぐ死んじゃうっていう、なんだっけ、崖から落ちただけで死んじゃうとかね、ほんと簡単に死んじゃうゲームで、まあ僕はちょっとね、途中で心が折れてほとんどやってませんが、今回 PS4 で出たということでやってみます。Now loading。 スペランカーとは英語でアマチュアの洞窟探検家のことを言う。彼もまたそんなスペランカーの一人だ。高低差やショックに弱いことから何かとネタにされていたが、古代文明の文献から装備品を強化する方法を発見し、それらを装備することで自身の弱点を克服した。もう最弱とは言わせないぜ。そして彼はついに伝説の財宝が眠ると言われる洞窟の存在を突き止めた。最強の装備品を身にまとい、冒険のパートナーであるポチと共に謎の洞窟に向かっていくのであった。ナローディ。おっと、いきなり始まった。ジャンプで捕まるとかってなんかボタンあったっけ。おっと、びっくりした。目の前にツタが垂れ下がっている。バツボタンでジャンプして捕まろう。オッケー。ポッ、おう、ポチがいる、かわいい。あ、頭に乗ってる、かわいい。これなんだ。チェックポイントに触れるとエネルギーが回復する。ミスをした時もこの場所に戻ってくるぞ。ポチかわいい。爆弾だ。ほっ、方向キー下プラス四角ボタンは丸ボタンでダイナマイトを切るぞ。置いたら巻き込まれないように避難しよう。ポチおいで。おお、あ、下にもなんかあるね。ほっ、よいしょ、お金ゲー。ほっ、上はなんだ。先にチェックポイント触れとこう。でこっち行って、左のあれはなんだ。ほっ、でん、なんなんだよ、説明がないね。ほっ、よし、これは爆弾か。爆弾は前のゲームは無限だったような気がしたけどね、今回は違うんだね。そしてこれはこれね、この高さから落ちると確実に死にます。チェックポイント。あのスイッチを押すと次のエリアに進むことができる。ありません、取り忘れはありません。探索エリア2分の2来た。うお、ほっ、よし、足元が光ってる場所に何か待っている。三角ボタンで墓地に掘り起こさせてみよう。画面左のシャベルマークの数だけ掘れるぞ。1回かなって、いけ、墓地いけ。いや、僕の場合はリクかな。よし、リク、リク、こいつの名前は今日からリクです。うう、とまあこんな感じ。今のはあれだよ、あれ、ミスではなくてこういうことだよっていう説明だよ、うん、ミスじゃないよ、ミスじゃない、知ってたからね。うん、ここか、危ね、またよし、よしよしよし、ほっほっほっ、あれ、これ爆弾かな。方向キーの下、四角で、よし、ほっ、逃げろ、よし。扉を開けるには同じ色の鍵が必要だ。周囲よく探してみよう。ほっ、爆弾、ゲー。壁の向こうに石板の実が見える。
よし。ほ、石板の実ってなんだ。え？マジっすか。マジっすか。残切った後な。あ、ゼロ？もしかして。パーン。パーン。ほ、よし。青鍵。あと赤鍵だね、赤鍵。リクがかわいい。ほ。てん。爆弾。これ破壊できないかな。ほ。ダメか。よし。ほ。なんだこれ、三角ってなってるけど、なんか嫌な予感しかしない。嫌な予感しか、コンティニューにヤムーンストーンが必要だ。今は特別に使っても減らないようにしてあげましょう。コンティニューすると一定時間無敵になるぞ。コンティニュー、コンティニューしました。おお、あれだね、マリオでいうスター的な。え、ちょっと待って、よし、よし、よし、マジかよ、くっそー。ここが結構あれだね、あれだね。ほ、よし、ほ、よし、ほ、よし、よし。クリアー、ゴール、ステージクリア、おめでとう。この調子で探検を進めよう。やった、トロフィーゲット。星3。経験値って何だ。石板鑑定。石板の実の中には石板のかけらが入って、早速解いて鑑定してみよう。丸ボタンで砕け。ゲール。丸ボタンで砕け。ゲール。あと1個、あと1個。とまあこんな感じですね。ではまああれだね、次がどのくらいかかるかわかんないけど、僕はゲームが下手なので1ステージ1動画にします。もし次のステージ短かったらこのままくっつけちゃいますね。ではとりあえず今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。その前に今電話が鳴ってる。まあそれはいいんだけど、このみんなでスペランカー Z はプレイステーションストアで無料で配信中。みんなもぜひダウンロードしてプレイしてみよう。面白いよ。ではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。うわ、え？確か、え？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